だからそれは何でかというとね、結局宇宙人も日本人も地球人も同じなんですよ、うん、分子の世界からさらに言うと原子の世界、素粒子の世界になってくる。要するに素粒子の世界になってくると全部一つつながってるんですよ、宇宙は一つで。だからそこで宇宙人にも核爆発というのはその原子を分裂させたり融合したりして、うん、そういう本来ならば自然界では起こり得ないことを起こすんです、はい、我々これ分子でできてるでしょ、うん、死んだら分子は、はい、潰れていきます。でも原子は残るんですよ、うん、未来永劫、うんうん、その未来永劫に残る素粒子の原子を分裂させてエネルギーを得るということは再生ができないんですよ、うん、だから宇宙にとってはとんでもないことを実は、うん、この地球人って実はやっちゃったんです。やっちゃった。だから UFO が来て、 UFO 自身も関係してくるわけ。だから UFO がそれを、まあ、防止するために2つの奇跡を起こしたっていうことなんですね、うん、逆にそれでも気づけよ、うん、なんかその先ほど言ったその5階建て の、 そのなんですか、うん、タンクのところをこう壊して壁を壊してって言ったのは、まあ、UFO がだから見えないところでねシュパッとなんかやってくれたんじゃないかなと、僕の意見としてはね、じゃないとありえないでしょ、あんなに頑丈に作ってるんだから、うん、なんで池田先生そんなことしてるんですか。いやだからそれは瞑想してないとか、それは僕はいろいろ文献だとか、はい、運用作戦暴露とかいろんな情報来ますからね、うん、そういうの全部トータル的に持った中での判断ですよ。そうじゃないともありえないよね。で広島長崎の時はまだ UFO は来てなかった、ね、来てなかった。だからまさかに人類がああいうことをやるというのは落ちてから気づくから、ね、落ちてから気づいた、うん、だから、まあ、地球の中にいる人たち、まあ、宇宙人たちも地球人がとんでもないことをやったというので慌てて本部に連絡して本部の監視カメラ見てから、わあ大変だ、宇宙の設備が壊れてしまうよということで介入しようというのでオズエルに来たわけですよね。一番作ってるのはオズエルだから。なるほど。だから UFO が落ちる。でそれで分解していろんな技術が得られるということで UFO を積極的に落とすようになった。ああ。じゃあ ロズウェルとかもそれ。ロズウェルもそう。ロズウェルは偶然なんですけど。偶然だけど。要するに宇宙を飛んでくるときは宇宙調和性理論といって、もう宇宙の一体かなって瞬間的に来るわけだけど、地球レベルで生活、三次元で生活するわけでしょ。だからそういう宇宙船というのは次元に応じて形変えてくるんです。だから地球レベルで地球のサイトだとか核実験を監視するためには3次元レベルに変えるわけですよ、うん、でそういう3次元レベルで監視してたところにちょうど当時オゼルというのは軍事基地があって核の施設の最重要、まあ、エリアを補充しまったりしてね、要するに敵にやられないように対空砲火対空ミサイルで守っているわけですよ。昔は目視で撃ってたんだけど当時から電波で撃つようにしてたんですよ、うんうんうん、その電波を発射したところを UFO はだから3次元地球レベルに落ちてるからその電波に干渉して運行装置がなんか故障というか一瞬麻痺してで落ちたらしいんです。そうなんですね。そうで落ちた時に集めてみたら日本世界にないいろんな材料だとか、なるほど、うん、だからすごい技術が得られるわけですよ。 だからね、うん、それをちょっと得るためにわざわざ核で寄せて電波飛ばす。でもこちら側は絶対愛の人だから反抗しないんですね、逃げるだけだ、うん、でももういいよって落とさなくてもいいよって一個やるから一個やるからリバースエンジニアリングで勉強お前たちも勉強しろということでくれてでそれで分解をして調べていって、いろんな広報装置だとか、まあ、一番わかりやすいのはコンピューターだとか、あそういったものを光ファイバーだとか、それを商業的に設けるようにしたんですよね。それがリバースエンジニアリングをやる地域がエリア51ということです。編集長そのあたりムーが集めてる情報と比べてどうなんですか。実際長くなる若干ちょっと喋っていただきたいですね。まあロゼル事件というのは1947年ですね、はい、7月にニューメキシコに一機 UFO が落ちた、まあいろいろ言われ方してますけどね、雷に直撃されたんだとか、まあとりあえず落っこちてバラバラになってそこからいろんなものを回収したと米軍がね。
でそっか特に面白かった金属がねこうクシャクシャクシャってすごい軽いんだけど、うん、パッ て広がっちゃういわゆる形状記憶移行筋とかね、はい、そっからなんか今日は一部当たり前のような技術っていうのがまさにリバースエンジニアリングっていうことでまあ製品化されたっていうことはよく言われることで、うんうんうん、まあまだまだねその地球人がその宇宙人レベルの UFO は作れてはいないけれど、うんうんうん、確かにいろんなその技術っていうのは少しずつ近づいてる、うん、なんかまたあの今後アメリカの方でこの6月か7月ぐらいに大きななんかの情報開示があるっていうふうに言われてますけども今後どんなのが出てくるふうにというふうに予想されてますか？そうですね、例えば人類の起源なんかも結構 UFO というか宇宙人が関与してたよっていうような情報も出てくるかもしれないそこまでですか、うんまあ、それもだから研究の一環ですよね、まあ、遺伝子をいろいろ操作したりね。あ、例えばそのね、自衛隊日本の自衛隊でもね、はい、この間は宇宙作戦隊ってね航空自衛隊の方に設置しましたけども、はい、陸自としてはなんかこうその UFO とかそういうことに関してなんかこう現役の時にこう聞かれたりとか個人的にはね僕勉強しました。学生の時から、うんまあ、文系に入ったせいで哲学だとかねいかに生きるかということから宇宙のどういう構造になっているんだとか人は何のために生きるかということをやってくると必然的にやっぱり UFO の話だとかそういうことをやってきて、まあ、勉強しましたけども組織としてはね残念ながら特に陸はね、うん、がんじがらめ、まあがんじがらめの感じてないですよ。そういう面ではなぜかというと何ていうか目覚めないようにされてる。目覚めないようにさせられてる。おお、はあはあうん、要するに目覚めたら困るでしょ。日本人が要するに神のためでイスラエルからエルサレムから2680年前に日本に来たっていうような話で、うん、神の民として愛の国を再建するために来たっていうことが目覚めちゃったら日本困るでしょ、うん、元に残ってた人たちがね愛の世界の人じゃない人が残ってるっていうことになったりして結局日本人は一番厄介なんですよ。一番歴史でたどれば500年にずっと植民地支配で軍事支配してた西洋の人一気に軍事力で思って解放しちゃったのが日本人でしょ、はいはいはいそうですね、日本がずっと戦わなければ今だ植民地支配は世界、うん、白人世界だったかもしれないんです、うん、分かりやすく言えば、うん、だから日本人だけは絶対に目覚めさせない。で目覚める時にはいざという時には軍事力ですから、うん、やっぱり日本のままは自衛隊だから自衛隊が目覚めないように。でもね目覚めないようにでも帰っていいの、うん政治的に関わらないようにしてるから、うん、だから右であろうが左であろうがピンクであろうが関係ないんですよ。国民を幸せにしたらどこだっていいんですよ、うん、でも万が一のためにはそういう国が危なくなった時は全部守ってあげるよ。それは赤い人の家族であろうが青い人であろうが全部自衛隊守りますよ、うん、そういう中で政治的には勝手にやってくださいと。だから、ま、守るためにはいざとなったら自ら命を絶ってもそういう国民のために助ける、そういう武士道というかね、戦いを止める道の精神で人のために命まで誠を捧げるというのは日本でもはっきり言って自衛隊が一番組織的に残ってるわけじゃないですか、うん、そういう組織とだから逆に政治的に関与しないからいいんですよ。なるほど、うん、だから未来永劫自衛隊は上が どんな人だろうがどういう政体になろうがどういう政権になろうが国民を守ります、命をかけて、そういうのが結局本当の利他愛の精神じゃないですか。結局その利他愛の精神が全部地球になった時に本当地球文明が愛の世界になるんじゃないかなと僕は思うんです。なるほど、じゃあその自衛隊の人たちの精神性すごく高いから宇宙人見られたりとか遭遇したりとかっていうケースすごくあるような気がしちゃうんですけどね。そうですね、あると思いますね。だから宇宙人がこのレベルの人だったら大丈夫だという人しか僕は会ってないと思うんですよ、コンタクト。気をつけてならないのはほら霊的にテレパシーでずっとできるじゃないですか。そうすると霊的に低い人も亡くなった時に心配で、まあ、4次元レベルで地球さまよっているんですよね、うん、自分は高いと思ってるから情報として頭に入ってくるんですよあそれが悪いレベル、はい、低いレベルであ受けた人はさ頭の中でバーンってきたらわ神の啓示だわって言それはもう発信源の方がその大したレベルじゃないけども、はい、でもそれはもう俺は助けるんだと思ってきてる、うん、だからまあ、僕はこういうスピリチュアル系の、まあ、活動でもないけど勉強会とかいろいろやりましたけども、
100人中98人がそのレベルですね。あ本当に高次元が来てる人は 1-2% しかいない、うん、で高次元の本当の人だったのは例えば五位の正しい博士、五位の先生、あの方はもう魂が絶対7次元になる、7次元よりの死者7次元ってどういう感じなんですかね。これはね3次元肉体持ってるでしょ、はい、で次元っていうから難しいけど4次元は、まあ、英語だからちょっとそれは置いといて、次は5次元って言われてるんですよね。で5次元っていうのは愛の世界です、はい、で具体的に言うとだから5次元で次元で言うとね数学とも絡まってきて難しくなっちゃうんですよ、うん、だ愛の度合いが深まっている、愛の度合いが深まる、だ愛の世界ですよ5次元って。で物理的には半霊半物質になると言われてますね、半霊半物質、今の金星人のようにね、でだから年齢が寿命が1000年とか2000年ぐらい、でゆっくりゆっくり進化していく、おいおい、でそれでもやっぱり足らないから進化していって、そして次は6次元というのはもう肉体持たなくてもいい、うんうん、だから我々レベルから言うと神の世界ですよ、神々の、うんうんうん、でそれでもゆっくりゆっくり進歩していって最終的には中心に行って合体をして旅が終わる、それが7次元です、うん、五位の先生は7次元そうだからさっき言ったようにあの UFO がオスウェルに来たと同じように日本人としていろんなことをやっぱ補助するために情報を持ってきてくれたのが五位の先生、7次元から来たわけです。80年代に、ね、何冊か本出たんですよ、うんうんうん、こうやってさ白い服着てさ7次元の出社っていう本を五位の先生がね、例えば五位の博士がねエリチの心臓病を助けてね、五位のプロシジャーという、うん、まあ、クロレーシーを中心とした薬を薬結構ロシアでね、うん、そのね、だ日本ではね残念ながらあの真実やってると迫害されたんです。そうだから五位の先生をネットで調べたらもうちょっと おかしいじゃないですか、そういった風評だからね、あのネットを見る見方でね風評でネットでめちゃくちゃ叩かれるのは、うん、日本を牛耳ってる人たちが表に出たら困る人を徹底的に封じ込めてるだからそれで危ないからあのまああのスウェーデンでしたかね、うんうん、あフィンランドか、うん、フィンランドに留学したんですよね、はい、でフィンランドでギターを弾きながらハーモニカやりながら、まあ、お金が詰まってくるので全部それ寄付する、そうするとフィンランド の大新聞で一面トップに載っちゃったんです。うん、あれですよね、若い頃ヒッピーじゃないけどなんかリアカー引いて空き缶集めてたっていうね、だから空き缶を全部回収してね、うん、あの空き缶回収を義務付ける法律ができたりね、うんうんうん、リサイクル作ったり、ね、うんうんうん、でフィンランドでは東洋より不思議な青年集まるというので新聞になって、それがムーミンの砂吹きになったわけです。砂吹き五位の博士砂吹きのモデル初めて聞いた、違うムーミンだけど、うんうん、そう、なんか実質同じか、言霊的には同じ、言霊的にも同じ、全部カタカナのムーミンですね。だから面白いでしょ、東洋的な話をするでしょ、うん、哲学的な、まさに五位の博士がずっと現地でやったわけです。でチェルノブイリで死に行く子供たちをずっと50人を集まって五位のプロシュアで助けていって、釣りしながらね、ムーミンそれは違うよっていうね、うん、そういうすごいあのアカデミーちゃんでもあるんだけど、でも潰されてるのね全部ね、ゴッホを超えた絵を描いたりね、ゴッホを超えた絵ということでエルミタージュで表彰されてる、エルミタージュで、エルミタージュ博物館、これはすごい、しかも個展を開いてる、生きてた画家で個展を開いたのは世界広しといえども五位の博士だけ、物理学者なんだけども画家としても有名な、物理学者、そういうことだけだって日本の名誉だから皆さん、うん、教科書に載ってもおかしくないでしょ、うん、ロシアの教科書には五位の博士載ってたことがある、うん、チェルノブイリで死に行く子供たち50人助けた時にそれこうやってテレビ放映してたんですよ、向こうで NHK がなんかキノコでしたっけ、そうキノコによるなんかクロレイシだとかね、3種類を配合して、まあ、お茶として飲むだけだから安全ですよね、生薬だから、そこで世界の自然薬処方の薬が有名になったというか日の目を見て一つの分野としてあの話し開いていくきっかけになったんです。私五位の先生がその作った GOP なんかそう GOP 五位のプロですよね、それを飲みたくてクックパッドで調べたんです。クックパッド料理サイトクックパッド、そうしたらこの漢方薬を買いなさいって出てきて、いや本当かどうか分からないですよ、うん、でも出てきたんですよ、それなんかそのじゃお茶ですよね、お茶煎じて飲む感じの、
それがなんかあったと思います。まあ、そういう活動もされてたりして、うん、で北方四島を変えるようになってたの、五条さんの提言でね、北方四島芸術家村構想っていうことで、うん、芸術共同で、あの日露で共同で、あの共通 の、はい、あの文化村にしようという4つを、うん、でそれをずっと日露をやって、10年後に日本にお金を出して日本のものになるということで四島変えるようになってたの、うん、でそれずっとあの橋本首相と当時のね、はい、それとあのエリチンさんの間で契約書まできてたの、うん、それが全部潰されちゃったの、ね、なんでですか。なんかありましたね、あのなんか、ね、うん、それもだから五女さんが有名になってる困るグループがやっぱりいるわけですよ。北方四島って北方領土ね、買ったっていう噂がね昔出たのよ、うん、これ国会通りになったので、それがすげえ問題になって、うん、もともとのその日本の領土なんだから、それを買うっていうこと自体がもうおかしいんだけども、あそれはだからね、ゴーニョさんを有名にされたくない人たちがイチャモンつけちゃったわけ、うん、まあ、まあそういう人が日本には結構いるってことですよね。なるほどね、うん、